オートバイ競技、トライアルトライアル競技でセクションに挑むライダー。トライアルは高低差や傾斜が複雑に設定されたコースをいかにオートバイに乗ったままで走り抜けることができるかを競うオートバイ競技である。現在はヨーロッパにおいて盛んである。発祥時期は定かでないが20世紀初頭のオートバイ出現と同時にイギリス貴族の遊びとして始まった説がある。 2007年のトライアル世界選手権でセクション挑戦中のアダムらが手前の赤いビブスを着用した人物がマインダーあらかじめ定められた競技時間の間にセクションと呼ばれる採点区間を走行しセクションごとに0から5点の範囲で減点を行うセクション通過中に足を1回つくと1点減点2回つくと2点減点 3回以上は3点減点になる。指定されたセクションのエリアを飛び出したり点灯した場合、足をついた状態でエンジンを停止させた場合、各セクション通過持ち時間以内にセクションを通過できなかった場合、セクション内で車両がバックした場合、セクション通過を放棄した場合は5点減点となる。セクションを減点0で通過することをクリーンと呼ぶ。また、定められた。 競技時間内に全セクションを通過してゴールに到着できなかった場合、ゴールした時点での超過時間に応じたタイムペナルティが原点に加算される。こうして全セクション終了時点で原点合計が一番少ないものが勝者となる。セクションは自然の地形を利用するものから人工的なものまで様々であり、コースの右側に赤いマークを左側に青いマークを置く。 オートバイの前輪が複数の赤と青のマークの間を通らなければならない。セクションのエリアを明確にするため、補助的にコーステープを付設する場合もある。また、セクション内には原則として競技者であるライダー以外の立ち入りは禁止であるが、例外としてマインダーと呼ばれる競技補助者が1名立ち入ることが許される。マインダーはライダーの走行するルートをライダーと共に考えたり、 走行ルートに先回りをして、路面状況などの情報やセクション内での時間経過を、ライダーに伝えたり、転倒などの際に、ライダーの身に危険が及びそうな場所では、1万1の、際にバイクを支えられるように用意したりするなど、ライダーのセクション走破を、影から支える役割を担う。なお、トライアルは、他のモーターサイクルレースとは異なり、基本的に排気量による、クラス分けがない。 これは、排気量が大きくなればパワーは向上するが、その分車重が重くなり、扱いにくくなるといったように、単純に排気量の代償が、バイクの優劣、ひいてはセクションの走破に決定的な役割を及ぼさないためである。そのため、競技においては250から 300cc を中心として、様々な排気量のバイクが混装する。またライダーが、 自分のスタイルや技量に合った排気量を選択できるように同じ車体を用いながら排気量を細かく設定しているメーカーもある。座席すら廃されたシェルコ製の競技用トライアルバイク。トライアルバイクは、いわばオートバイの基本構造だけを残す形に簡略化、軽量化されたオートバイである。静止状態からの加速や、 低回転域のトルクを重視した特性を与えられた軽量、コンパクトな単気筒エンジンをほとんどの車種で搭載する。かつては空冷にストロークエンジンが主流であったが低速、低回転時におけるトラクションの良さやエンジン技術の進化に加え2ストロークエンジン特有の排気ガスの環境への影響などを考慮した結果 現在は 250cc 前後の中排機量車を中心に水冷4ストロークエンジンを搭載するバイクが増えつつある。また、エンジンとガソリンタンクの代わりにモーターと大容量バッテリーを搭載した電動トライアルバイクの開発もヤマハやガスガスなどのメーカーで進められており、2017年からはトライアル世界選手権に電動トライアルバイクだけが参加できる。 e クラスが設けられている。かつては国内4大メーカーのすべてがトライアルバイクを製造していた時期もあったが、現在行動走行可能な車種は新車では発売されていない。なお、レース専用モデルとしてホンダから競技専用車は発売されている。ヤマハでは発売こそされていないもののトライアルバイクでレース参戦をしている。 行動走行可能なトライアルバイクの新車は、モンテッサ、ガスガス、ベータ、シェルコ、スコルパ、オッサ、チスパなど外国車に限られる。トライアルは、モトクロスやエンデューロと同じオフロードで行われる競技であるが、ライダーの装備はそれらとは大きく異なっている。ヘルメットは、顎の部分を守るチンガードを排した、いわゆるジェット型ヘルメットを用いる。これは、 トライアルは、モトクロスやエンデューロに比べて絶対的な競技、速度域が低いためにチンガードは、指して重要ではなく、それよりもチンガードを配することによってより広い視界を確保した方が、競技面でも安全面でも有利なためである。前頭部にはバイザーが装備されているが、これも、視界確保のために、他のオフロード用ヘルメットに比べて短いものが、装備される。 そして、側頭部には、外部の声や音を聞き取るために、穴やスリットが開けられている。また、ゴーグルは、視界の妨げになるために公転時でも、基本的には装着しない。服装は、一般的には、モトクロスやエンデューロ用のジャージにレーシングパンツを、装着することが多いが、生地により柔軟性を持たせて、動きやすさに重点を置いたトライアル専用のジャージや、 パンツも発売されている。さらに全日本選手権、スーパークラスや世界選手権クラスの選手の中には、より動きやすさを求めて、薄手の生地で作られた体に密着する、ワンピースタイプのジャージを着用する選手も多い。グローブは、より繊細かつ微妙なクラッチブレーキ操作を可能に、するために、薄手のものを用いる。動きやすさを重視するためプロテクターは、 基本的に装着せず、装着してもライダーの動きを妨げない小型のものを、ジャージの下から、肘や膝に装備する程度である。ブーツは、外見こそ、モトクロス用や遠流路用に酷似しているが、セクションの下見などで不正地を歩くことが多い、関係上、プロテクション効果よりも歩きやすさを重視した、柔軟性の高いものとなっている。世界選手権。 ユース125のように排気量が限定されている場合もある。ヨーロッパを離れる日本、北米大会等は変わらず2日制1998から2003に導入されていたが、停止原点の判定で混乱が多く2004年により、ルール改正となった AB 加藤隆夫監修、ライダーのためのバイク用語辞典、CBS ソニー出版。 ISBN4 から789700402着座しても強度的には何ら問題はないが着座しての運転はほとんど考慮されていないそのためアスファルトなどで舗装された道路を走行するとすぐにすり減ってしまう HRC が技術提携庫の CF は東亜合成のウェブサイトで現在も見ることができるありがとうございます